こんにちは、ゆっくり霊夢よ。今日は京成のユーカリが丘駅に来ているわ。今年の1月に東洋高速鉄道の動画を上げたけど、ここはその終点東洋勝田台から京成に乗り換えて2つ先の駅ね。ユーカリが丘は1980年代にできたニュータウンで、不動産会社のヤママン株式会社が主導のもと開発されたわ。駅ビルにはホテルもくっついてるし、周辺には複合型の商業施設がいくつかあるから、なかなか綺麗で住みやすそうな感じの街って印象ね。さて、今回はこのユーカリが丘駅から伸びるという、ヤママンユーカリが丘線とやらに乗っていこうと思うわ。京成からちょっと離れたあそこがユーカリが丘線の駅舎だけど、なんかもう佇まいからして一般的な鉄道駅のそれではないわね。小座敷のモノレールが近いかしら。というわけでそのユーカリが丘線の乗り場に向かうべく、案内に従って通路を歩き進めていると、若干薄暗い屋内に改札らしきものが見えてきたわね。これが改札周りの全貌だけど、なんというか、すごく失礼なこと言うようで申し訳ないんだけど、照明切ってて床もコンクリだからそこはかとなく漂うカビ臭い雰囲気がする。自動券売機は昔懐かしの押しボタン式、中の人の幼少期には近所の路線でもよく見られたけど、こういう券売機を使うのも随分久しぶりな気がするわね。そして何よりの特徴がこの路線図、ここからまっすぐ伸びた棒は公園駅で二手に分かれ、そこからテニスのラケットのごとく円を描いているわ。よく見ると黒い線の外側に矢印があって、半時計回りの一方通行みたいになってるわね。切符の料金は一律200円、ディズニーのあれみたいにここから一周して戻ってこれるから、とりあえず一回普通に乗車してみましょうか。階段をコツコツ登って殺風景なホームにたどり着くと、そこにはモノレールっぽいなんとも言い難い容姿の乗り物がいたわ。外装に書かれてるのはユーカリの葉合色のコアラの絵ね。ヤママンユーカリが丘線は自動案内機乗式旅客輸送システム、通称 AGT と呼ばれる形式の新交通システムで、モノレールより日暮里舎人ライナーとかが形式としては近いわ。ただし日本の AGT の大半はガイドが両側面にあるのに対して、ここは中央に1本だけなのが特徴ね。若干剥げかけてる塗装を横目に車内に入ると、AGT らしいコンパクトな車内の至るところに、そこはかとなく国鉄末期の香りが漂っているわ。この車両の製造は1980年、年代的には北海道のキハ40あたりと同世代ね。シートの弾力が心地よい青色のシートに腰を預けて、ユーカリが丘の空の遊覧ツアーを始めるとしましょう。はい、出発と言いたいところだけど、録画ボタン押し忘れて発車シーンを撮れてなかったから、場面はもう隣の地区センター駅に着くところね。ユーカリが丘線はこの先の駅もそうだけど、鉄道駅とは思えないバス停みたいな乗りの駅名が頻発するわ。前にクイズ番組で存在しない駅名を当てろって問題が出た時、ダミー選択肢がほぼユーカリが丘線だったわね。はい、出発。そういえばこの妙地キリンな路線の概要がまだだったから、次の駅までにサクッとアウトラインをば。ヤママンユーカリが丘線はユーカリが丘を起点に環状運転を行う路線、距離 4.1km の路線ね。環状運転といえば山手線がイメージしやすいけど、ここの環状運転はまずユーカリが丘駅から公園駅まで行った後、そこから半時計回りに一周してユーカリが丘駅まで戻るという一風変わったところじゃない環状運転をやっているわ。輪っかの部分は逆方向には移動できず、もし逆走したければ一旦公園駅まで行く必要があるわね。そういえばさっき AGT がどうのこうのって話をしたけど、もう少し補足すると AGT ってのは専用のレール上をガイドに従いながらゴムタイヤで走る鉄道で、過去の動画だとこの辺りの路線と同類ってことになるけど、これらと違いユーカリが丘線のガイドは中央に1本だけで、これは日本の AGT では唯一のものね。変わった路線図、変わった構造、変わった駅名と、ユーカリが丘線には国内のどの路線にもない特徴がこれでもかと詰まっているわ。足元からギシギシと音が響き始めると、左側に分岐するように分かれる線路が現れるけど、これはこの先公園駅からユーカリが丘駅に戻る列車が使うものね。ユーカリが丘線は全線単線で一方通行の環状運転だから、この列車も後でそこを通った上で今の道を引き返すことになるわ。というわけで公園駅に到着、線内で唯一の一面二線の島式ホームの駅で、近くには駅名の由来でもあるユーカリが丘南公園があるわね。はい、出発。この先は女子大駅、中学校駅、井の駅と止まって、その後は向こう側から公園駅に戻ってくるわ。ちなみに途中で進行方向が変わることはないから、ユーカリが丘に戻ったら車両の向きが出発時と180度変わるわね。これは埼玉のニューシャトルもそうだったけど。さて、ユーカリが丘駅を出てからしばらくの間は、商業施設やマンションが立ち並ぶ都会的な風景が続いてたけど、ここに来て急に整備の届いてないのどかな車窓になったわね。これは決してニュータウンの開発がうまくいかなかったから放置されたわけではなく、むしろ計画的な都市開発の証でもあるわ。ユーカリが丘一帯の開発を務めるヤママン株式会社は、ニュータウンを一気に開発して一気に入居者を募集したら、数十年後に一帯の高齢化が深刻なことになると危惧して、例えば年間の入居者数を制限するなどして、一貫して長期的で段階的な街づくりに取り組んできたわ。バブル期入後のタケノコのごとく湧いて出てきたニュータウンが、令和の今の木並み住民の高齢化に悩まされていることを考えれば、ヤママンのビジネスモデルはある意味成功と言えるかもしれないわね。街の名前にもあるユーカリも開発元のヤママンが、殺菌や清浄作用があって環境に優しいユーカリの葉が、自然環境との調和の象徴になるようにという願いのもと名付け、ニュータウン各所にユーカリの木が植えられたわ。奥に
見える森もおそらくユーカリの森でしょうね。そんなこんなで女子大駅を出発。もともとここに女子大が移転してくる計画があって、それを見越して駅名も女子大駅にしたけど、結局移転計画は頓挫。女子大がここにできることはなく、かろうじて女子大のセミナーハウスだけが建てられてるわね。そんな女子大駅にはユーカリが丘線の車庫があるから、ごくまれに女子大駅始発や女子大駅止まりの列車があるわ。ユーカリが丘線は今乗ってるのも含めて3編成の車両があって、日中は2編成が運行、1編成が車庫で待機してるわね。普段は屋内に引きこもってる1編成も、この後の女子大止まりの編成と入れ違いで運用に入るために、ちょうどいいタイミングで外に出てきてたわ。さて、ユーカリが丘の開発事業をやったのがヤママン株式会社。そしてこの路線の名前がヤママンユーカリが丘線と名前でおおよそ察してた人もいるとは思うけど、この路線はヤママン株式会社が管理から運行まで行う、いわば不動産会社の鉄道路線ってところね。鉄道会社が不動産業をやってるのはよくあることだし、地方私鉄でも不動産業を主軸にしてるところもあるくらいだけど、やはりここの特色は何といっても AGT であることでしょう。日本の AGT はそのほとんどが第三セクター、民間企業と地元自治体との共同出資で運営してて、純度 100% の民間企業の AGT はここと西武山口線のみ。西武も大手私鉄と呼ばれるバリバリの鉄道会社だから、不動産会社が事業の一環として AGT を運行するなんてのは、日本中どこ探してもここにしかないわ。建設当時は多方面から難色を示されたりもしたけど、自分で建てた駅を中心に住宅地を展開していくのは、さすがは不動産会社ならではの手腕ってところね。線内唯一の駅名らしい駅名、井の駅の周辺は起伏のある地形を進むために掘削工事がされてて、直前のトンネルではこんな感じでライトアップがされてたわね。次の駅はさっき通ってきた公園駅。高架にある公園駅のホームに向かうために、ここから上り坂を一気に駆け上がっていくわ。 AGT はゴムタイヤを使うのも特徴の一つだけど、そのおかげで勾配に強いのは普通の鉄道より明確に優れた点ね。とここで左側から別の線路がこっちに寄ってきたけど、あれはさっきまで走ってた女子大方面の線路ね。10分くらいかけて戻ってきたわ。さっきも見た島式ホームを反対側から眺めてるけど、今度はさっきいなかった電車を待つ乗客がホームにいるわね。ユーカリが丘の時点では自分以外にいなかった車内の乗客も、この頃には 7,8 人くらいにはなってたかしらね。はい、出発。ここからは左側の線路に合流して最初の経路を引っ返していくわ。行っちゃえば来た道戻るだけなんだけど、ただ進行方向を変えずにここまで来たおかげで、ずっと左側に座ってるのに車窓が変わって面白いわね。さて、去年開業40周年を迎えたユーカリが丘線だけど、同年にドアチャイムが導入されたり、その1年前には顔認証乗車システムの実証実験が行われたり、この40年で色々と変わっていってる要素も多いけど、その一方で致命的に変わっていない点も一つあるわ。それはズバリ車内の空調機器。なんとこの車両、エアコンどころか扇風機すらも含めた一切の冷房装置が搭載されていないわ。なんでも製造当時はそこまで酷暑になることも少なく、車両の規格も小さいから後付けもできないんだと。まあ1回あたりの乗車時間が短いから、センスでも持ってれば全然耐えられるでしょうけど、もしフリーパス使って何周も乗車するようなら、念のため熱中症対策はやっておいた方がいいでしょうね。そんなこんなで最初にユーカリが丘駅を出てから約15分、終点のユーカリが丘駅が近づいてきたわ。この文章だけだと初見さんは意味わかんないでしょうね。私が乗った時は他に乗客はいなかったけど、今度はベビーカーを引く親子4人組と、おそらく鉄道ファンっぽい男性が一人ホームで待っていたわね。はい、到着。途中で乗ってきた乗客は全員この駅で降りていって、皆思い思いの目的地に向かっていったわ。そんな感じで今回はヤママンユーカリが丘線に乗ってみたけど、いかがだったかしら。アトラクションみたいな見た目にキテレツな路線図に驚いたけど、しっかり地元民の足として機能してる興味深い路線だから、20時間耐久はともかく一度足を運んでみてほしいわね。というわけで今回の動画は以上になるわ。ご視聴ありがとうございました。